雰囲気がおしゃれね、いいよね、うん、なんかね、え、なんかさ、食べ歩きしよう、うん、いいよ何があるかな、なんだろう、食べ歩きでしょ、カレーパンある、カレーパンある、カレーパンある、え、めっちゃうまそう、カレーパン、カレーパンだよいいよ、いいよ、ありがとうございます、プリムス、え、なんか美味しそうだね、なんか買って帰る、あ、お土産、うん、確かにね、ありかも、あー、美味しそう、食べる、いやはい、おー、ちょっと待ってガッ、うまっ、うん、うん、こっちの方とか全然来ないけどね、すごい、これニコカフェ、これ、これだ、ニコカフェ、おしゃれ、いや、かわいいね、ずっとご飯行きたくてやっと今日行けた ね、うん、ね、やっとだね、念願ね、こういう、なんだろう、ずっとなんかみんなでワイワイとかすごいしてみたかったから、うん、うんうんうん、すごい楽し、今楽しいし、ほんと恋愛とかもたくさんしたい、あ、いいね、なんか今幸せ、幸せ、イエーイそうだよね、いや、いいな、そっか、よかった、うん、いや、マジ、ね、ありがたい、え、今まで、え、何人と付き合ったんだっけ、え、なんでそれ聞くの、え、聞き入れる、今まで何人と付き合ったんだ、何人だ、6、マジかな、いいね、いいね、いいね、短い短い短いスパンだから、そうなの、そういいないや、でもそんないいな、豊富じゃない、そんな恋愛経験は豊富じゃない、いや、でもそんな感じするよね、なんか、うん、本当になれないなれない、全然、え、ずっと軽井沢にいるの、ずっと軽井沢、あ、いいね、よくないよ、なんで、めっちゃいいよ、羨ましいよ、よくないよ、お父さんとは今仲いいの、めちゃくちゃ仲いいよ、そうだよね、うん、そりゃそうだよね、絶対、うん、仲いい、なんかそれまでお母さんいる時とかは全然そこまで話したりとかしなかったんだけど、うん、やっぱね、お父さんだけになっちゃうと、つーちゃんいくつの時だっけ、お母さん、私小5ぐらいかな、なんか親孝行する前に亡くなっちゃったっていうのはすごいメンタルきたかも、小5だったんね、まだ何もできない時にいなくなっちゃったから、うん、そう、いきなりだった、いきなりだった、何の前触れもなく、前触れもなく、でも私の場合はちょっと様子変だなみたいなの、なんか薄々、なんかちょっといつもと雰囲気違うみたいな、あ、そうなんだ、なんとなく感じてて、薄っと、わかんないんだけど、なんかいつもとちょっと雰囲気違うな、し、なんかちょっとソワソワするみたいな、自分が、へえ、今日ちょっと練習行きたくないみたいな思ってて、でなんかその車の中で、なんかふとね、うん、いや、ホッケー頑張れよみたいな、うんうん、頑張ってねみたいな言われて、普段そんなこと言わないのに今日なんかあんのかなと思って、へそう、そうなんだ、そうそうそう、でそれからのその出来事だったから、わ、やっぱなんか本人は分かってたのかなと思って、なんか感じてたのかもしれない、うん、最後にホッケーやってる姿見たかったのかなと思って、うーん、あー、なるほど、多分そっか、うん、お母さんとしたかったこととかってある？したかったことは、うん、ずっとでもホッケーは見守ってて欲しかったなっていうのは、あ、近くで、なるほどね、うん、し、ちゃんと結果残してるところとかも見て欲しかったけど、まあでも現状その結果が残せてないから、まあ、どうにかして、うん、ね、頑張ってるのを見せたかったけど、うん、まあ、でもそれもできないからさ、そうか、だからもう今できることをね、やっていくしかないからさ、ね、そうだよね、うん、ね、本当にいついなくなるか本当に分かんないから、